アトランタ級軽巡洋艦2番艦ジュノン、今日からあなたに使えますね。私はアトランタ級の軽巡洋艦2番艦ジュノン。あれ、私のお姉ちゃん見た？アトランタ級の2番艦ジュノン、つまり半端者ってことだよ。指揮官、お姉ちゃんに見つからないようにね。サボってるって怒られるよ。新しいメール、お姉ちゃんのかな。一番憧れてるのはお姉ちゃんで、一番怖いのは妹なの。溺れてる人を見かけたら絶対助けてね。命はみんな同じように大切だから。指揮官、一つ秘密を教えるね。二度同じところを叩かれるのが一番痛いの。任務完了。宿題を終わらせるのと同じでしょ。休みはいつも早く終わっちゃう。なんでジュノーを選ぶの。指揮官、魚雷が怖いよ。絶対ジュノーに発射しないで。なんでジュノーを選ぶの。指揮官、ジュノーだって戦えるよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃんはどこ。毎日補給だけならいいのに。お姉ちゃん、サンディエゴ、誰でもいいから助けて。ジュノーもやっと一人前だね。お姉ちゃんに怒られちゃうよ。ちょっと恥ずかしいな。これでもう妹にいじめられないでしょ。指揮官、お姉ちゃんはどこ。妹でもいいからどこにいるの。指揮官安心して、ジュノーはちゃんと言うこと聞くから。指揮官、今度ジュノーの自慢のお姉ちゃんと妹を紹介するね。指揮官、指揮官、お姉ちゃんがいないから代わりにジュノーのそばにいていい。この感覚、お姉ちゃんのことを考えるときとよく似てる。でもちょっと違う感じがする。指揮官、ジュノーに何が起こったのか教えてくれる？誰か助けて！へい！知ってたよ。いい子にはご褒美があるって。お姉ちゃんに見せなきゃ。これは指揮官からもらったんだよって。絶対妹に言わないでね。指揮官は誕生日をお祝いしてもらったことがあるの？ジュノーは前に一回だけ。その時のプレゼントはこのヘアピンなの。アトランタ級軽巡洋艦2番艦ジュノー、捨てられるという気持ちは素晴らしいな。私はアトランタ級軽巡洋艦2番艦ジュノー。臆病者が大好きなんだ。指揮官、どこに行ってた？もしかしてお前も戦友を見捨てるのか？新しいメール取ってきてやるから、私の鎖をほどいてくれよ。こんなボロい鉄と布で私を拘束できるとでも。臆病者、臆病者はどこだ。早く出てこい。ちゃんと可愛がってあげるから。
指揮官知ってるか？人を救っても人に救われるとは限らないって。指揮官、任務完了。遠征の奴らが帰ってきた。臆病者はどこに隠れてる？怖がらないで、優しくするから。痛みとは何かを教えてあげる。これよりもっとひどいのを経験したよ。真っ二つになったら補給なんかしても無駄だろ。懐かしい気分だ。このまま眠らせてくれ。愉快だな。次はもっと多くの臆病者を狩ろう。また負けたのか。校則を解いてよ。そうすればもっといろいろ見られるよ。このざまじゃ強くなっても無駄だろ。鎖を外してくれ。そしたらいくらでも話の相手になってやる。一度見捨てられたら二度目も必ずある。指揮官、そうだろ。指揮官、一緒にゲームをしよう。誰が臆病者かっていうゲームを。度胸あるか？もしあの時お前がいたら、お前は恐れ逃げたか、それとも助けてくれたか。チッ。この服にポケットはないぞ。私にプレゼントとはいい度胸だ。誕生日。昔学園にいた日々を思い出す。どうしてくれるんだ。